はい、はい、6月17日のひなでいきましょう。さて、俺がいない間に何があるか。いや、そんなには。あ、もう一本撮れる動画を思い出したぞ。そうでしたね。これってさ、開けといていいの、うん、朝は開けといていいの。開けといていいですかね。はいはい、よ、はい。結局暖房24度とさ、うん、ドライはどっちがいいっていうことになった。どっち、暖房24度でも問題はなかった。うんうん、ドライ、ドライはまだ試してないんだよね。じゃあ、まあ一旦切ればいいんですか。切って。この間暖房24で1日やった時は、うん、湿度は全く下がらん。うんうん、でも27度。室温が27度ぐらいのキープの、湿度は 73% キープ。あー。微妙な、あまり良くはない。よいしょ。そう、この間も聞いて、前ともちゃんが言ってた、うん、60は死ぬパターン。あ、そうそう。本当に湿度がダチョウを殺していたんですよ。そう、山田さんが言ってた。これはまた、あれが来るかもしれんっつってた。あ、でも、ね、終わったから大丈夫。あ、本当だ。いいでしょう。まあ天気のせいなんだけどさ、やっぱね、雨降っちゃうとね、やばい。でも締め切り作戦でなんとか大丈夫でしょう。除湿剤の壁を作ろうぜ。ね、聞くかなそれ。よし、あと一個さ、うん、なんかの化学反応でさ、強制的に湿度を下げることもできると思うんだよ。ええ、除湿剤ではなく、うん、カラッカラになると思うけど、まあ、梅雨はそれぐらいやってもいいかもしれない。おはよう。まだ可愛い。俺の知らない子だ。いや、知ってるか、俺が取り上げた子だ。おはよう、ちびちゃん。ちょっと換気扇が待ってて怖いね。そう、僕がこの間動画で上げた子たちですね、きっと。何番だっけな、なんかカゴの上段に血が出てる人いなかった。いや、上段わかんない。この子たちを連れてきてくれたのは山田さんなので。そっか、うん、でも大丈夫そうだよ。いや、解除した時に血が出たんですよ。ああ、うん、管がつながったまんまだと血が出ます。ティッシュで止めれないほどの血がね、勢いよくブリュって向かなかった。向いたかも。うん、そうすると、おへそからピューって気をつける。出る、気をつけよう。あ、いいね、食べてますね。あとさ、うん、この間タグ付けをしたらしいじゃん。うん、で、今こう赤くなってるでしょ。これ知らなくてさ、ええ、なんかみんな怪我してないと思って。あ、ピンクのタグだから。青、黄色青ってきて赤にしたの。うん、あ、でこの後オレンジの方が、オレンジと緑はつつかれるからやめようと思って。あ、いい絵だよ、いいね。かわいい、かわいい。サムネ、サムネ。かわいいね。君はきっと19番だろう、綺麗な。見えてた、バレた、熱く。朝日がすごい良好だ。いいな。火曜日、金曜日、カーキン。今日はカーキンじゃない。土曜日、今日は掃除？うん、うん。でもな。何もない。何もあげないし、掃除でもない。なるほど。3、4は。よかった。昨日脱臼した子がこれなんだけど。見えるかな？ベージュの包帯を巻いてます。あ、なんか足が太くなってるの。これでしょ。うん、それそっち、そうそう。でも目立たないし、ちゃんと固定できるし。そうだね、良い感じだ。大丈夫、痛い？
早く餌が食べたいか。ない。おはよう。グリップがめっちゃ残ってるね。そうだね。大丈夫。やばい。うん。ほら、そこに餌があるって。あん、わかった。あげるよ、そんなに。ちょっと壁の中の。ウォールマリア。ウォールシーナー、ウォールオーゼ。進撃の巨人。ああ、大丈夫？巨人だ。ということで、餌あげます。東号が1111220ね。こうやってね、2種類の餌をうまい具合に混ぜまして調整してるわけなんですよね。はい、混ぜ混ぜ。残念ながら30番くんが、ああ、やった、うん、亡くなってしまいました。知ら、残念。ああ、こういうこともあるよ。大丈夫かな、動画でバンされない？モザイクかける。ああ、ねえ、しょうがないよ。まあね、ちょっと前から具合が悪い子でしたので。でもなんだろうね、まあ、あの僕があの動画で送ったやつはさ、うん、みんな復活したでしょ。した。おかしいよ。あっちの方が異常行動だね。30番は何、初期不良だ。初期不良だと思う。はい、みんな餌だよ、食べな。巨人さんよ、食べな。あ、こっちこっち、これいいね、すぐ食べるね。いい食いっぷりだよ。見ててね、これもですよね。あ、みんな、みんな大好きご飯だよ、食べな。はいはい、僕をつつくんじゃないの、ご飯食べなさい。よし。そうね、この子はね、一番ね、食い意地が張ってるんですよね。そう、朝になったらここのね、あの外側の3つの餌皿は空になってるんで、いつもこの区画の中の餌がね、ちょっと残ってるんですよね。そちらをめがけて壁を破壊しに来る巨人という、そういう構図。はい、どんどん行こう。おい、食べなさい、朝ごはんだよ。はい、食べな、ご飯だよ。
めっちゃ埃が舞うね。よし。水は残るんだね。ちょっとだけ薄く残る。よし。東郷はいっぱい。これ古い。なんだこれ。なるほど。これまた作った。1、2、3、4、5、6、7。髪の大きさの幅はいつもと違う気がした。まあ、僕が印刷し忘れたのが原因なんですけどね。はい、ご飯食べな。かわいい、かわいい。よし。あ、そうだ。そろそろさ、うん、ここを外に流すんですけど、うん、今日は開けてみますか。天気もいいし。別で撮る。ああ、わかんない。今でもショート。あんまり、このまま開けちゃう。あまり行かないかもしれないよ。ショートに撮るほど。じゃあもうこのまま開けちゃおう。開けちゃおう。どんな反応なのかちょっと。さあみんな、いつもより明るくなるよ。行くぞ。お、いいね。あ、君はね。バーン。バーン。それって何？どっか塞ぐの？そこを閉めれば。ああ、そうなんだ。楽ちん。きったね。うん、汚いが。いいよ。使ってねえのに汚い。ね。きったね。あとはこれか。果たさないとだね。綺麗だね。うん。そんなにまだひどいと。これを。この扉を破られたらもう大脱走だ。うん。あ、確かに。大丈夫。破られない。あ、そこが開いてる。
あれ開いてないか。隙間が空いてるように見えただけ。純粋だ。まだそんなにここも暑くないの。ね、全然いけるね。そこの板とかを片付けなくちゃね。まあ今んとここの外側に出しちゃえばいいじゃん。うん、うん、うん。で、さらにそれを出せばいい。これって今俺がはたいたから発生したやつ。あ、そうですね。思った。ここに置いてある板は使う板ってこと？使わない。片付け？片付け。いいよ。ふぅ、重たい。よっ。ふぅ、すごっ。どうせ片付けるからこの辺に。え、キノコじゃん。え、キノコがいっぱい。本当キノコがいっぱい入ってる。やだ。いや、キノコに罪はないんだけど、ダチョウが食べるとあんまり良くない。うめえ。ちょっと体でかくなったりしない？うめえならいいんだけどさ、毒かもしれない。あ、いいね、チャレンジャーおいで。チャレンジャーは大歓迎で。石食べんの？石を。美味しくないぞ。ほら、今だったら逃げれるよ。今だったら広い世界に逃げれるよ。お、いる。いる、出てきた。すごい。早くない？ねえ。いいね。私は水入れ笑っているよ。うん。大丈夫か？なんか。目の上が赤いぞ。ね。さあ、みんな撫でてくれ。さあ、ダチョウから見た新世界、広いですね。頑張れダチョウ。この小屋の中だけが世界じゃないんだよ。世界はもっと広いんだよ。取り切れないほどの塩の湖があるんだって。アルミンが言ってたとか言っても結局長靴をつつくだと。14番パタパタパタ、ね、ちょっとね、ダチョウのね、ダチョウの翼って実は貧弱なんですよ。貧弱というか貧相なのか、ここでしかない。いいですね、あの子チャレンジャー、すごいチャレンジャー。まあ、砂ばっか食べられてもちょっと困っちゃうんですけどね。ね。みんな大好き長靴。何が好きなんだろう。ちょっと撫でてあげちゃう。大丈夫？アイガンペット、アイガンペット。あの子はもうずっともうあっちの住人かな。この広さをね、体感したらもう戻れないよね、こっちのね。暗い。
どうなんだろう、砂の方がやっぱり足のグリップが効くのかな。ゴム、このゴム床とあっちの砂床というか、今いるのはコンクリートの上ですけど、やっぱね、なんか違うんですかね。あっちの方がひんやりするんですかね。まあ、まだ餌はないんですけど。ねえ。さ、まだね。さあ。写真世界に行ってらっしゃい。さあ行くよ、ニューワールド。いて、いった。やっぱりこれ絶妙な高さにあるよな。よく頭にぶつかるけど、慣れるのは早いぞ。もう7話もいってる。この子たちは全然行かないね。気づいてないんだろうね。あっちで新しい世界が待ってるぜ。今7話いった。おお、なかなか初日にしてはいいよね。いいスタートですね。チャレンジャーだな。そろそろやっぱり外の世界に刺激を求めたかったんだ。よし、じゃあ、人間の素敵なダンス、そしてなんて言ったっけ、道に どんどん遠くに行っちゃう。えこんな小さいのに。バイバイ。お、すごい、いいね。ん、なんか変なのついてた。大丈夫か。うん、朝だけ、朝だけ、とりあえずは。ハエがいるわ。やだやだ。ハエがいる。虫こなず見えない網戸。あー。ジョロが違う。よいしょ。やば。
チンチチン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 。はい、どうぞ。水だよ。ないけどね。ないけど、置いただけで続いちゃう。だって水が好きだから。はい、いいですね。はい、みんなもうちょっとだよ。うわ、来た来た。気に入ってるね。うん、今品浴びせてる。うんうん。慣れが早いね、君たちは。今回のこいつらは慣れるのが早いな。餌をトレーにしてもすぐ順応したし、水をタッパーにしてもすぐ順応したし、いいね。世代がどんどん上がっていくことに賢くなってるのかな。ね。ダメダメ。何食ってんの？ダメだよ。ダメ、話しなさい。ダメダメダメ。誰でビニールなんて浮き上がってんの？怖いね。ビニールなんて食ってんじゃないよ。まだ食っちゃいけないものが落ちてんじゃん。やばいね。え？さて、そろそろ戻りますかね、皆さん。もう一回。今さ、うん、ビニールを食ってるやつがいたよ。危ない。ビニール落ちてた。うん。はぁ、木切れとかも落ちてるし、なかなか。やめろお前、そんなでかい石食ったら死ぬぞ。なにこれ。キノコ。キノコを食べたら灰になっちゃう。なんか、なんだっけ、なんつ、マリオ灰になって飛んでっちゃう。ビヨーン、翼が生えてピョーン。だそう。バサッバサッ。さあ皆さん戻りますよ。はい、お家帰るよ。あ、かわいい。また抜け。行くぞ。はい、行くよ。みんな帰って入ってください。はい、お家に帰るよ。そんなに勢いよく走んないでくれ。はい、入ります。そうだよ、コンクリートの上は滑るから気をつけて。ここ滑るね、危ないね。はい、お家帰るよ。そう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 、その通りで。はい、帰ろう帰ろう、みんな帰ろう。おいで、はい、おいで。もう楽しい時間終わったんだよ。ひどい。また明日出れるからね。そのうちね、自由に動けるよ。分かった分かった分かった。あんまり君健康な足でしょ。転ばせないように。よし、オッケー。よし、皆さん行こう。はいはい、ないぞ。おしまい。外はおしまい。よっ。あ、閉まっちゃった。また明日遊べるよ。よし、オッケー。君たちがお行儀よくしてたらね。あ、お行儀よくここに残るって言われたって、連れそこに出すんだけど、かわいいね、この子。出して出して。出さないよ。だね。どうせ14番だろ。14番が好きなんだっけ、長靴。そうそうそう。あ、よし。向こうのさ、大きい子たち今日行かなかったからさ、こっち側に
やって、うん、開けるのもいいかもしれない。あ、そうね。大きい人たちは星派ここでご飯を食べてる。あ、みんな食べてる。ちょっと運動してお腹が減ったんだ。そうだね。いや、いい傾向だ。それは餌ではないぞ。外行ったら何でもついばめたもん、ね、うん、何でもついばめたもん、ね、ここはね、あまりついばむものない。うんうん。お、はい、うんうん、まあまあまあ、交互にやってね、外にさっさと撫でてくれれば、うん、はい、はい、いい感じですかね。はいはい、皆さんの世話が。あ、ここに餌と水は早いかな。とりあえず餌は置こうと思います。はい、はい、じゃあそれ最後に、うん、0.2 ぐらい。そうだね、 0.2、 うん、そのぐらい、 0.2。 ああ、元気だな。よいしょ。はい、みんなお待ちかねだよ。さあ、誰が一番最初に食べ始めるかな。ね。まあ、一匹が行けば。そうだね。泣きになっちゃうから。はい、ということで朝のひなしゃでした。はい。はーい。